ございます。少し準備とかしながら話せたらなと思って来ました。わっ、だるまだー、だるまだ、ありがとう、かわいい、ハート、キュンです、キュンです、キュン。出してお出かけ、お出かけはしないよ、仕事行く、いや仕事もお出かけですかね。うーん、仕事もお出かけだとしたらお出かけだわ。めっちゃ好き、めっちゃ好き、いっぱい、ありがとう。ピースで写真撮りたい、確かに、また撮ろう。今日も調子がいいですね、調子めちゃくちゃいい、いつもいいけど。まさか YouTube 見てて、なんかお腹すいたんだ、だからご飯だ。昨日おしりんさん家行ったら、おしりんさんがタピオカ頼んでくれた、くれてた、くれてたっていうか頼んでて、そう来た。こういう気持ちってどんどんさ失せてくじゃん。なのにまだ今日もうどんじゃない、リンゴ食べたくて、いやもう無理と思った、もう絶対リンゴじゃんっていう、揺るがんなっていう気持ちが、うどんって言っちゃったけど、ずっとさリンゴ食べたいって言っててさ、今日も食べたいんだよね。で昨日の夜ドライヤーしながら、朝ドライヤーキッチンでするじゃん私で、ドライヤーしながら、あここにリンゴを置こうかなとか思ってた、買ってもないのに。そうリンゴ食べたいんだよね。
にかくリンゴ食べたい気持ち。なんかそういう今はね、そういうフルーツが食べたい気分。リンゴ食べたい、リンゴ食べたい。食べたい。最後にリンゴ食べたいつ？え、そんなの記憶ない。いつだろう、わかんないです。もう記憶ないや。1年以上食べてないんじゃないかな。だって記憶ないもんな。リンゴ食べた記憶もない、リンゴを剥いた記憶もない。やばいね、もう記憶ない。今日買って帰ってくるか。リンゴ、え、リンゴのさ、旬っていつですか？旬の時期知りたい。旬っていうのは一番おいしい時。あ、だるまちゃん、だるまちゃんありがとう。冬？マジ今？今ですか、もしかして。え、今ですか。やばい、早く買いに行かなきゃ。今ってこと？食べたい食べたい食べたいただでさえ食べたかったのにさ、旬であると聞いてもっと食べたくなった。食べたい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 、リンゴを食べたい。いや、忘れなかったら今日買います。でも忘れそうなんだよな、こういうのって。なんか今とかさ、家にいるときはめっちゃ思うのに、外出ると忘れる現象ないですか？欲しいもの。なんで家にいるときはこんな欲しいと思うのに、外に出ると忘れるんだろうっていう。何？こう分かります、この感じ。これいつもそうなの。薬局とかでも忘れちゃうんだよね、必要なもの、欲しいもの。買わなきゃって、次薬局行ったら買わなきゃって思うのに絶対忘れちゃうどうして？あれどうしてよ。いつもな、気づいたらな、もう忘れてんだよな。すごいしんどい。でも今日めちゃくちゃ食べたいからどうにか。
リマインダーね。いや、うまく使おうと思った日もありましたよ、リマインダーを。いや、でも今日絶対買おう。これガチ。今日絶対買う。うん、今日絶対買うから、リンゴ。なんかコンビニの。なんか美味しいけど、なんかちょっと遠慮してるっていうか、何かを優先して良さ消えてねっていう味してんの。あと詳しくないから分かんないんだけど、何かを優先しようとしたな君みたいな。そう、何かがしたかったんだろうなっていう味がするのがちょっとあんまり好きじゃなくて、まあ好きっちゃ好きだけど、まあ買う、ご飯とか買うときに買ったりはするけど、そう、なんか優先しただろ他のことみたいな、美味しさ以上にの何かを取ったでしょみたいな気持ちになっちゃうから、いや、あれはちょっと困りますよね。そう、やっぱ長持ちとかさせなきゃいけないから大変だよね、あれは。そう、リンゴの自販機、何それ、どこにあるんですか、見たことない。で、八百屋とか青森とかしかないのかな。冷蔵庫にいつもリンゴ入ってる。そういう家がいい、そういう家がいいです。憧れます、憧れる。リンゴがいつでも食べれる家、いいですね。絶対リンゴ。親戚から届いたリンゴはゴロゴロしてます。うらやましい。リンゴ届くのいいな。そういうさ、畑系の親戚いないから無理だわ。青森出身の男性と結婚すれば。そこまでじゃないわ、そこまでじゃないわ。毛が多いな。無人販売？無人販売？もうなんか人いてもいなくてもいいからリンゴ食べたい。人はいてもいなくてもどっちでもいいんだよ。いや、もうね、売ってないわけじゃないからさ、自分の意識次第で食べれんのよ。今日意識はなんか保てない。なんでかわかんないけどな、忘れるんだよな。こっからはもう不思議な話ですね、本当に。なんでっていう。
今日絶対買ってくるからみんな楽しみにしてて。私今日絶対リンゴ食べるわ。今日絶対食べる。いやもうね忘れない、さすがに。だって3日目ぐらいですもん、食べたいって思って。リンゴ食べたいって思ってもうね、ほんとすごい時間経ってるからダメなのよ。そろそろ食べなきゃ。絶対買ってくる。髪がいい感じになってる。iPhone 見たらリンゴだと思う。確かにアップルだもんね。やば。いやそれそのレベルに達したら強すぎ。リンゴ配信待ってます。分かった、変えたらやりますね。リンゴ買ったよって、買ってこれたら熊でも言われるか。大げさだな、すごいな、大げさだな。今はお祝いしてくれるの？間違えて iPad 買ってきちゃったらごめんね。いやでも月末とかはさすがにやばい。なんかめっちゃサラサラや。リンゴのアイコンにしておきました。すごい。おはよう。だって開けない派ですか？気になりますか？開けない派ですよ。絶対開けない派ですよ。今の時期は特に。絶対開けたくない。結露してんの見たくないもん。結露見たくないから開けないです。リンゴの皮むいて食べるゆきちゃん配信待ってます。了解、頑張ります。仕事中ですがフロアに誰もいないので音出してみてます。会社でってこと？気まずい。誰もいないならね、土曜だし。いやなんかね、結露って嫌だよね。結露放置するとカビが生えるよ。最悪だ、最悪だ。カビ生えてカビを拭き取るという形でも大丈夫ですかね。かなりめんどくさいので、スカスカになる。あ、そういうことね。リンゴって水分がなくなっちゃうのか。なるほど。確かにスカスカになるイメージあるわ。
可愛いよね、このカーテン可愛いんですよ。でももうずっと使ってるから、何この前髪、今日やばいよ調子、どうしちゃったの。何これ、何何何何、どうしたいのさ。何何、めっちゃ変なんだけど、無理、もうどうしよう、勝手な行動しないでください。これを塗ります。ごめんなさい、切れちゃった充電が。これはこういうやつ、ワックスですね。アディダス似合うね、ありがとう、アディダス好き、アディダスはいいですよね。何これ、これ何、これ何がしたいの、この髪の毛は。これ何マジで、ちょっと謎前髪が多数出てきちゃってやばいです。今日ほんと変、もう変な寝方したからだよ。いつもちゃんと前髪止めて寝るのに今日は止めて寝なかったんです、その代償ですね。つらい、自分のせいだ。まあ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 、そんな大したことないし、今日もこの程度で許してやろう。仕方ないね。
よし、こんな感じですね。今日もこんな感じで頑張っていきましょう。じゃあ私はそろそろ本気で準備しなきゃいけない時間になってるので、本気で準備します。そろそろ皆さんこの時間にも見てくれてありがとうございます。仕事に行ってきます。そしてリンゴを買って帰ってきます。固く誓う。バイバーイ。今日も頑張ろうね。